はい、今日は秋ヶ瀬バイクロアに来ております。バイクロアに来てます。こんにちは。テントさん初ですか？僕初です。お、毎回来てるトミーさんにちょっと今日はそうっすね、いろいろと教わりながらやらせてもらってます。はい、はい、まあここ数年で定番となったスタッフバイク大試乗会、今日もやってるわけなんですけど、めちゃくちゃ盛況ですね。そうです。その中で今日僕のマッシュスチールとセントさんの、レイズスチール、レイズスチールねがあるので、よく質問でどう違うんですかとか、なんかどういう特徴があるんですかって聞かれるんで、まあこういういいロケーションで、はい、いいお天気の中ちょっと紹介できたらなっていうので、ブルーラグといったらマッシュですもんね。ね、マッシュといえばトミーなのかなみたいな感じなんでやっていきましょう。はい、マットレイズ、このフレームのシグネーチャーのマットレイズが言うには、やっぱりこのスチール、僕が乗ってるこのマッシュスチールをベースにやっぱ作ってるっていうことで、まあ彼はすごいトリックライダーなんで、僕のやつはすごいつま先がめちゃくちゃ当たるんですけど、サイズによるんですけど、なんかそこを気にして、まあ少し足の逃げがあるような、ちょいマシですね。そうっすよね。はい、まあ、言ってもクイックなチャリなんで、多少当たりますが、まあ、あとは補強が全然違います、ね、この辺の補強がマジでかっこいいですよね。それないっすよね、こっちはないです。このガゼットがあって、まあ、これあると、まあ、この辺に負担が集中しなくて、この辺がぶっ壊れにくいですよっていう。だいたいね、トリックバイクが折れるとき、ここら辺折れがちなんで、そうですね、そこら辺がこうカバーできてるみたいな。あとはパイプももちろん太いし、そうですね、ダウンチューバーでも意外と同じなのか、いや、でかいな、こっちの方が、トップチューブとダウンチューブもちょっと違いますね。まあ、個人的にやっぱ乗ってて思うのは、ハンドリングが違うくて、まあ、すごいマニアックな話なんでねあれなんですけど僕はこっちのハンドリングがすごい好きで、 BMX っぽくて、ちょっと B180 とかするときにすごい切り込みがスッてこうクイックに入るんで良いっていうのとか。それなんでなんですかね。なんかいい具合に角度がね、レイズさんがしてあるっていうのと、あとでもクイックなだけじゃなくて、結構普通にまっすぐ走ってる分には確かに、めっちゃマシン安定性は、直進安定性がめっちゃあって、それはレイズさんも言ってたけど、手放しとかめっちゃしやすいヘッドはまあ立ってるけど、フォークのオフセットが意外とあるの、なんかちょうどいいバランスになってるんじゃないかな。そうっすね。あとはまあめっちゃ太いタイヤがこっちの方が、そうっすね、そっちの方が一応高床 43C です。一応僕が展示車で組んだやつはいけるんじゃねってなって、通内なの 2.1 を入れてみたら、あ、まあギリギリ入ってるみたいな、はいはい、2.1 ってことは52とかってことですね。52とかっすね。だから48とか50はまあまあ普通にいけるだろう。48は多分全然いけるはず。45とか、僕のこのフロントが43なんで、まあ SNS まだまだスカスカなぐらいですよね。なんで、まあ、もちろんそのトリックバイクとしてだけじゃなくて、そのトラクロ、こっちも言ったらこっちが本当にトラクロバキバキ走れるみたいなやつですけど、そのマッシュのチャズとかも最近ずっとスチール乗ってましたけど、最近レイズスチールにワウンドアップのフォーク刺してトラクロを走ってて、それがすごい、なんか全然やっぱこのフォークの印象も違うし、まあ、あと BB ハイトが高いっていうことなんで、高いっすよね、こっちよりも、すごいそのペダルフィットとかのあれもないし、結構違う、結構違う、違いで言うとベースはこれって言ってるけど本当に結構違うし、これね、僕ほぼサブロックみたいなのできるんですよね。やってますよね。そう、そっちだともうなんかまたがった瞬間に分かるんですよ、ね、これ多分無理だなみたいななんかね、やっぱ腰が重いっていうか、腰低い感じがするんですけど、多分 BB の位置とかでやっぱ上に
こう飛び上がったりとかが抜けやすくて、あとやっぱそのジオメトリでいうと、まあ、こっちも割と BB は高いんですけど、ヘッドチューブが長いし、あのスタンドオーバーが高いんですよね。だからそれが結構そのトリックで、あ、そっか、飛ぶ系のあれでいうと、こっちはスローピングしてるし、またぎが低いし、ヘッドも短いからっていうのはすごいあるかも。僕の組み方がもうトリックライダー大好きな組み方してるんでだいぶ違うんですね、見た目もガラッと違うっていうか、このやつはもうカリカリ系に組んじゃってる。大丈夫ですか、なんかすげえだいぶマニアック。そっちはやっぱね、ピストとかなんかシクロバイクっぽい感じですけど、こっちはやっぱもうシルエットが僕の組み方のせいか、トリックバイクって感じなんですよ、うん、でも本当組み方で全然、だからチャズのバイクめっちゃかっこいいんですよ。最初何か分かんなくて、ただフォークがワンドアップのディスクフォークに変わってて、そうするとめちゃくちゃシャキッとして、確かに、ああ、マッシュスチールをベースにしてんのめっちゃ分かるわ。短くなるってことですよね。短くなって、ディスクフォークだから、まあクリアランスはあのグラベル用のやつなんで広くて、あ、そっか、ノーブレーキ、ノーブレーキでトラクロ用にしてるんで。スチールの良さはやっぱ僕この縦のパイプが立ってるから、立ってるし BB ハイトが高いから、なんかやっぱクロモリのフレームにしてはかなりよく進むっていうのが個人的にはめちゃめちゃ気に入ってるところ。なんかちょっとアルミのバイクに近い感じ、バンバンとこうレスポンスがいい感じがすごい好きで、それはあるかも。でも太いタイヤ入るから、なんかそのなんだろう、クイックさっていうか、そのなんつったらいいの、やっぱ漕いでる時の、ごめんなさい、なんか遮っちゃったんですけど、漕いでる時のハンドルの使い方ってやっぱこっちの方が素直ですよね。こっちの方が素直ですね。こう手で漕ぐみたいな、立ち漕ぎする時こうやって漕ぐじゃないですか、うん、この感じがすごい、やっぱこれはちょっと癖ありで、確かになんかこうグニングニンするみたいな、そうっすね、それはあえてしてると思うんですけど、うん、こっちはやっぱ走る用のチャリだから、そうっすね、それは確かにめっちゃあるかも。めっちゃ立ち漕ぎとかしやすいし、ガンガン踏めるみたいな、そうっすね、感じはそのハンドリングもそうだし、あるかな。そうっすね、めっちゃ詰まってるからやっぱピーキーっていうか、結構クイックっすよね。結構ピーキーでも、これのバイクでこんぐらいの太さのタイヤ履くとやっぱり上がるから、これはこれでペダルのヒットの心配もないから、結構攻めれるし、トラクロで攻めれる、トラクロでも攻めれるし、あと面白い乗って、あとはあのさすがだなって思うのが、この太いタイヤ、これ今38入ってるんですけど、これで組んでてもちろんバチッと組めるし、でも 25C とかで組んでもスカスカな感じにならない。あ、それは本当にそう、天才かよって思ったのってこれ初めてマッシュスチール、まああの前のモデルとチネリのワークとかもあったんですけど、それよりもやっぱ詰まってるんで、25C28C で組んだ時の見た目もめちゃくちゃいい、かっこいいっすよね、マジで天才かと思ったその点こっちはやっぱそこは、ね、そこはちょっとかっこ悪くなっちゃうんですね、うん、25とか28で組むのはそれだったらちょっとこっちの方がいいかなみたいな、うん、実際マットレイズもこっちのフレームはでかいタイヤ履いて伸びなタイヤ履いて乗った方が楽しいよって言ってるぐらいだし、うん、そこでかなり大きく差別化されてるのかな。そうですね、それぐらいですけどね。でもなんかどっちも普通に楽しいバイクだし、うん、割とこうどちらにも寄せれるけど、タイヤの似合う似合わないだけは多少あるかもしれない、ね、見た目結局見た目でなんかね、誰も全員が全員トリックやるわけじゃないです、全員が全員トラクロやるわけじゃないんで、やっぱそのかっこいいって思えたところで選ぶのがいいし、うん、そうトラックバイクのいいとこってそれでチャリンコ選ぶのが一番なんで、グラベルバイクとかだとこういう乗り方したいからこうやって選ぶとかですけど、トラックバイクはもうかっけえからここのディテールが超いいからみたいな感じで選べるのが一番やっぱ
いいですね、うん、乗せ替えやすいもんな、うん、いいもんな、そこがフレーム何本あってもいいと思っちゃう普通にこれも欲しいし、これは本当に僕的にはもう断然こっち僕はもう自分で乗ってるし断然こっちかな、これ見た目も好きでも本当そういうので選んでいいと思います。あとやっぱこれね、このマッシュスティールの方はブレーキの台座が取れるし、なんかそういう細かいところ、後ろとかもそうですけど、細かいところはマジでイケてる、うん、本当に超かっこいい。トラクロで走るってなったらその仕様にしたいですね。そうですね、わざわざ取って、わざわざここの穴も埋めるもん。確かに帰ったらすぐ台座つけるんですけど、そのままでいいじゃんみたいに言う人ですけど、もうせっかくねマッシュがこうしてくれてるんだったらもうこうしちゃう。こっちは完全に溶接されてるから台座は取れないです。僕個人的にはこれでこっちはいいかなと思います、うん、そうですね、そのフレームにその V ブレーキ台座がついてるっていうのが個人的にはめちゃくちゃいい、なんか何でもいけそう、うん、ね、オフロードもいけるし。そうですね、これでキャリパーだったら止まんないですからね。そうですね、止まんないし、うん、ちょっとやっぱ違うっすよ、うん、確かに本当にサンキューマッシュって感じ。いやね、分かってる。 700C でサブロクできるのは本当にちょっとすごい。それはまあ人間のポテンシャルもある、人間のポテンシャルもあるですけど、やっぱ考える人が違うとやっぱすげえなってなるですね。ちゃんとやっぱライダーが作ってるっていうのが、マッシュスチールもレイズスチールもそうですけど、やっぱねそういうライダーの思いが入ってるフレームってやっぱいいんですよね、うん、大好きそういうの。僕はもうシグネチャーモデル大好き人間なんでまあそんなところかな、どこですかね。ベースは同じでもめちゃくちゃ違うが答えですよく聞かれるけど、引き続き遊びます。ういっす、うっす。ああ運動不足気味や。あそうですね、まあ、今日はあの本当はね公道でこんなことはやっちゃいけないんですけど、ここは公園内でイベントなのでね、そうちゃんと許可が下りてますんで、なんで僕もこうやってノーブレーキの自転車をこう持てているわけで、おっ、じゃあサブロク的なサブロクとかねできちゃうフレーム、普通のこんな 700C でやったらフレームぶっ壊れます、ね、壊れるし、まずここまで動けないんですよねすごい。いや、僕はやっぱウィリーがすごい好きなんで。